いらっしゃいませ。社員へよ。当店ではまた別途し。ご指名はいかがいたしましょう。エリナですね。少々お待ちください。失礼します。はじめまして、エリナです。お名前教えていただけますか？桐生一馬だ。桐生さんですね。本日はよろしくお願いします。ああ。楽しいお客さんって感じです。桐生さんとお話ししてると時間が過ぎるのが早いです。俺も楽しませてもらってるぜ。私はホームシアター一式が欲しいですね。大きな画面と迫力の音で映画を見たいです。え、どこかでお会いしてました？前世で会わなかったか。桐生さんもそんなキザなこと言うんですね。ちょっと意外です。でも合ってるかもしれませんね。桐生さんには運命的なものを感じますから。あー、なんかわかります。桐生さん面倒見良さそうだもん。そう見えるか？ええ、桐生さんも高い高いとか赤ちゃん喜びそう。きっといいお父さんになるんだろうな。浮気は男の解消なんて言ったりしますよね。許すのか？絶対に許しません。桐生さんは彼女さんが浮気しても許すんですか？絶対に許せん。末代までたたってやるな。ですよね、ですよね。浮気者は地獄の豪華に焼かれればいいんですよ。うんうん。よかった。桐生さんと付き合ったら浮気される心配ないですね。何でも食べますけど、最近は肉や野菜がたくさん入ったラーメンが好きですね。いつも通ってるお店に超大盛りがあって、今度挑戦しようと思ってるんです。すごいな、そんなに食べられるのか。私こう見えても大食いなんですよ。いくらでも食べられます。ほう、なら今度飯でも行くか。おごるぜ。いいんですか？嬉しい。いっぱい頼んでも怒らないでくださいね。そろそろお時間となりますが、ごゆっくりどうぞ。桐生さんもかっこいいですよ。
私も楽しいです。いつも桐生さんと入れたらいいのに、なんて。そろそろお時間となりますが、かしこまりました。桐生さんって同性のお友達は多いですか？友達か。まあ仲間っていう点で言えば男は多いな。へえ、いいな。なんだ、男友達が欲しいのか？いえ、その逆です。私、女の子の友達ができにくくて困ってるんですよ。この間も仲良くなれそうだった子に、彼に色目使ったって言われて疎遠に。お前、友達の彼氏に色目なんて使ったのか？いえいえ、そんなことしませんよ。なのに女の子からはあざといとか猫かぶりなんて言われたりで。そんなことが。桐生さん、私って猫かぶってるように見えます？そうは見えないかな。ですよね。私そんなこと全然考えてないのに、どうしてそんな風に言われちゃうんだろう。もしかしたら無意識的に勘違いされるような振る舞いをしているのかもしれねえな。無意識的ですか？ああ、俺もなぜか街を歩いているとチンピラに絡まれるからな。それに近いんじゃねえか？それに近いかは置いておきますが、確かに無意識的に何かしちゃってるのかもな。ちょっと自分を見つめ直そうかな。相談に乗ってくれてありがとうございます。まあ、それだけお前が魅力的ってことさ。小悪魔って言うんだろ、そういうの。もうやめてくださいよ、そんなんじゃないですから。俺も勘違いしないように気をつけないとな。いらっしゃいませ。社員へよ。当店ではさ、また別ご指名はいかがいたしましょう？エリナですね。少々お待ちください。キリュウさん、来てくれたんですね。こちらです。映画監督になりたかったんですよね。ほう、意外だな。学生時代は自主制作で撮ったりもしてたんですけど、映画を作るのってとっても大変で、いつの間にか映画を作りたいから映画に出たいに夢が変わっちゃいました。映画が好きなんだな。その自主制作映画も見てみたいもんだが。あれはダメです。若気の至りってやつで、恥ずかしいですよ。浮気は男の解消なんて言ったりしますよね。許すのか？絶対に許しません。桐生さんは彼女さんが浮気しても許すんですか？絶対に許せん。ですよね、ですよね。
浮気者は地獄の豪華に焼かれればいいんですよ。うんうん、よかった、キリュウさんと付き合ったら浮気される心配ないですね。うん、あー、なんかわかります、キリュウさん面倒見良さそうだもん。そう見えるか。ええ、キリュウさんの高い高いとか赤ちゃん喜びそう。きっといいお父さんになるんだろうな。もっともっと盛り上げちゃいますよ。キリュウさんって人見知りしない人だと思ってました。私は結構誰とでも話せちゃうんですよ。ほう、何かコツとかあるのか。笑顔でうなずくだけで案外うまくいくものですよ。キリュウさんもちょっとやってみてください。笑顔でうなずくか。まあ人見知りっていうのも個性ですし、無理に直さなくても。私、入れ墨っていうと必ず桜吹雪を思い出すんですよ。時代劇であったじゃないですか。ああ、主人公の町奉行が悪事を暴く時に見せるあれか。そうそう、それです。私もバット脱いで事件を解決したいなって思って見てましたね。バット脱いで解決か。ああ、キリュウさん、今変なこと考えませんでした？え、いや、そんなことはない。どうだか。そろそろお時間となり、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。私スタイルだけは自信あるんですよ、大食いなのに。たくさん食べてもそのスタイルはすごいな。何か対策してるのか。特に何も。だから知り合いの女の子とかからは日が回れたりしますね。スタイルがいいのも罪だな。どうしたんですか、いきなり。いや、目が綺麗だなと思ってな。でも急に英語を話すからびっくりしましたよ。変な桐生さんですね。そろそろお時間となります。ごゆっくりどうぞ。寡黙で知的な男性が好きですね。読書してる男性とか素敵だなって思います。キリュウさんは最近何か読んだりしてます？空気を読んでいるなんてな。キリュウさん、面白い方ですね。空気が読めなかったみたいだな。内緒です。そう言われると余計に気になるな。だって恥ずかしいじゃないですか。まあちょっと気になる人は。まさか俺か。そうかもしれませんね。
ねえねえ、キリュウさん。この前私が誤解されやすいって話したの覚えてます？ああ。猫かぶってるとか言われて、女友達ができねえって嘆いていたな。思い返してみたんですけど、そういえば男の人にも誤解されてたなって。なんだ。男にも猫かぶりって言われたのか？バレバレじゃねえか。バレバレって、だから猫かぶってないですからね、もう。実は、私が普通のお友達だと思っていた人から告白されたことがあったんですけど、お断りしたら、思わせぶりな態度取ってたくせにって怒鳴られちゃったんです。そんなことがあったのか。私女子高育ちだからか、男の人との距離感が分かってないのかも。エリナは、男友達にも女友達にも、同じように接しているのか。そうですね。男友達とでも、あんまり気にせず、二人で映画とか見に行ったりとかしますね。キリュウさん、男性から見てそういう女の人ってどう思います？誰とでも同じように接することができるってのはエリナの長所だ。そのままでいいと思うぜ。そうですかね。ああ、男ってのは勘違いや失敗をしながら成長する生き物だ。気に病むことはねえさ。キリュウさんの言うことは深いですね。キリュウさんにもそういう経験あるんですか？まあ勘違いだったり遅すぎたりいろいろな。だがどれも間違いだったと思っちゃいねえ。そのおかげで今の俺があるわけだからな。キリュウさんなんだかかっこいい。キリュウさんがそう言ってくれるんなら、私このままでいようと。おう。なるほど。こりゃ勘違いするのも仕方ないな。いらっしゃいませ。当店ではまた別ご指名はいかがいたしましょう。エリナですね。少々お待ちください。待ってましたよ、キリュウさん。こちらです。あー、なんかわかります。キリュウさん面倒見良さそうだもん。そう見えるか？ええ、キリュウさんの高い高いとか赤ちゃん喜びそう。きっといいお父さんになるんだろうな。早くしたいんですよね、結婚。子供が欲しいな。キリュウさんは結婚とかしないんですか？そうだな。その前に他にやることがあるんでな。もたもたしてると可愛い子取られちゃうかもですよ、私とか。それは気をつけないとな。映画監督になりたかったんですよね。ほう、意外と。学生時代は自主制作。いつの間にか映画を作りたい。映画が好きなんだな。あれはダメです。若気のいた。
キリュウさんもかっこいいですよ。これはご丁寧に。こんにちは、キリュウさん。なんか変なの。特別なお客さんですね。キリュウさんがお店に来ると嬉しくなっちゃいます。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。いつでもお待ちしてますよ。そろそろお時間となり、ごゆっくりどうぞ。彼氏いないんですよね。そうなのか。エリナなら声をかけてくる男は多そうだが。なんか私に声かけてくれる人ってすでに彼女がいるとかそういう人ばっかりなんです。でもまあ気長に素敵な王子様は待ちますよ。案外近くにいるかもしれませんし。どうだろうな。何でも食べますけど、いつも通ってるお店に。すごいな。私こう見えても大食いなんです。いいんですか？嬉しい。そろそろお時間となる。ごゆっくりどうぞ。年はあんまり気にしないですかね。お父さんくらいの年代でも全然ストライクゾーンです。なら俺にもチャンスはあるな。もちろんです。キリュウさんくらいの年齢って一番色気があってモテると思いますよ。私もですね。人混みとか苦手なんです。キリュウさん、キリュウさん。ん？なんだ？やけに嬉しそうだな。実はですね、ついに私にお友達ができたんですよ。エリナ、お前もうそんなかわいそうな人を見る目はやめてくださいよ。私なりに頑張って成し遂げたんですから。念願の女の子の友達です。猫かぶりとかあざといとか腹黒女とか言われないように頑張ったんか。そこまでは言われてませんけど、でもまあそんな感じです。私の言動が嫌味に取られないようにしたり、変な誤解を与えないようにしたり、私なりにいろいろ振る舞いに気を配ってみたんです。そうなのか。新しい女友達ができてよかったな。ありがとうございます。もっと頑張ったら友達たくさん増えるかな。エリナ、無理はするなよ。え？無理ですか？ああ、振る舞いに気を配るのはいいと思うが、そのせいで自分を変えすぎるのもいけない。俺はお前に顔色を伺うだけの人間にはなってほしくねえからな。キリュウさん、ありがとうございます。大丈夫ですよ。息苦しくならない程度にしてますし。そうか、それならいいんだ。エリナはエリナらしくいるのが一番だからな。
キリュウさん、ありがとうございます。本当に私のことを考えてくれて。どんなに友達ができても、キリュウさんはそれとは別の特別な存在です。光栄だ。いらっしゃいませ。当店ではまた。ご指名はいかがいたしましょう。エリナですね。少々お待ちください。待ってましたよ、キリュウさん。こちらです。最近ライブハウスによく行ってるんですよ。ライブハウスって空間が狭いから、アーティストとお客さんの一体感がすごいんです。ほう、そうなのか。カラオケには行くが、ライブはあまり行かないな。カラオケとはまた違った楽しさがありますよ。キリュウさんも今度一緒に行きましょう。楽しみにしてるぜ。いつでもお待ちしております。コンビニを破壊したって、どうしたらそんなことになるんですか？まあ、いろいろあってな。ああ、うちの店は壊さないでくださいね。ああ、多分大丈夫だ。私もですね。すごく可愛いアイドルでしたよね。カラオケではるかちゃんの曲歌ったりもしてたんですよ。ほう、そうなのか。最近はバンドとかも再結成よくしてますし、はるかちゃんも復活とかしないですかね。そうだな。本当に？ありがとう。そろそろお時間となります。ごゆっくりどうぞ。私、自分の血液型がわからないんですよね。だから血液型占いとかできないんです。そうだな、48歳くらい。正解だ。まさかピンポイントで当てられるとは。やった、当たった。じゃあ私はいくつに見えます？
18か？ハズレです。正解は23歳でした。若く言うなんて、女性の扱い分かってますね。いや、俺は思ったことを言ったまでだ。ありがとうございます。そろそろお時間となり、ごゆっくりどうぞ。私はホームシアター行く。ハズレです。映画が好きだったので映像系の部活でした。あの、キリュウさん、少しだけお時間いいですか？これ私の連絡先です。同伴誘ってほしいな。キリュウさん、ありがとうございました。またキリュウさんに会えるのを楽しみにしてますね。来てくれてありがとう。これからどうします？いいですね、カラオケ。じゃあ行きましょうか。いらっしゃいませ。何名様でしょうか？2人だ。料金は2名様で1000円になります。それではご案内いたします。私この曲好きなの。キリュウさんも好きだったら嬉しいな。Brand new stage.
続く気がしてた日々も終わる適正や才能あるかなんてまだわかんないけどドキドキ自信過剰で大抵自信が持てない弱く丸まった背中を押してくれたのですけどダサいから脱ぎ捨てたら覚悟決めよう気持ちいい。キリュウさん乗せるのうまいですね。キリュウさんの歌声聞きたいな。かと思いましたよ。とっても上手。そろそろお時間となり、もうこんな時間。そろそろお店に行きましょうか。今日はキリュウさんを独り占め。こちらです。こ
この間同窓会で初恋の人と会ったんですけど、現在二児のパパになってましたよ。まあその年になればいろいろあるよな。キリュウさんの初恋はどうだったんですか？俺か？俺は、今日は思いっきり飲みましょうね、キリュウさん。早くしたいんですよね、結婚。子供が欲しいな。キリュウさんは結婚とかしないんですか？そうだな。その前に他にやることがあるんでな。もたもたしてると可愛い子取られちゃうかもですよ、私とか。それは気をつけないとな。キリュウさんが手伝ってくれるならいいですよ。キリュウさんはお湯を沸かして出汁を取ってお味噌を入れてお豆腐を切ってください。エリナは何をするんだ？お椀によそいます。おいおい、俺が作ってるのと変わらないじゃねえか。バレました？これはご丁寧に。こんにちは、キリュウさん。なんか変なの。私はホームシアター。キリュウさんの武勇伝、なんだかすごいのが聞けそう。そういえば虎を倒したな。え、虎を？もうすごすぎてよくわからないです。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。最初のきっかけは演技のレッスン費用を稼ぐためだったんです。私女優になりたいので。でもこの仕事も感情の伝え方とか話し方とかすごい勉強になるんですよ。じゃあ実質昼も夜もレッスンってわけだな。夜はお給料もらえるからちょっとお得かもなんて。秘密を共有できる中とかですかね。私は親友よりもまず友達を増やしたいです。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。ありがとう。私映画が好きなんですよ。キリュウさんは映画とか見たりするんですか？
見るというか、むしろ俺がアクション映画に出たことがあった気がするな。え、桐生さん俳優さんだったんですか？いや、確か誰かの代役を急に頼まれた気が。まあ、大したことじゃない。いいな、私も昔趣味で映画撮ってたんです。桐生さんの出てる映画見たいな。なんだか元気なさそうだな。とうとう友達に猫かぶりがバレたか？バレるも何も、そもそも私は猫なんてかぶってませんよ。実は最近私の周りで変なことが起こってて。変なこと？私の考えすぎかもしれないんですけど、いつも見られているような気がするんです。夜も後ろをつけられてるような。おいおい、それってストーカーじゃねえのか？やっぱりそうなんでしょうか。嫌だな、気持ち悪い。何か思い当たる節はないのか？それがこれといってないんですよね。なんだか怖いな。エリナ、大丈夫だ。どんな奴が来ても俺が必ずお前を守ってやる。桐生さん、もしも何かあったらすぐに連絡しろ。エリナには指一本触れさせねえ。ありがとうございます。桐生さんにそんな風に言ってもらえて私は幸せだな。さっきまですごく怖かったのに、そんな気持ち吹き飛んじゃいました。ふん。ま、何もないに越したことはないがな。とにかく気をつけるんだぜ。さん、来てくれてありがとう。これからどうします？ダーツですか。たまにはいいかも。じゃあ行きましょうか。バンバン投げちゃいますよ。あれ、ルールってどんなだったかな。いけませんよ。全力で来い。Thank you.
ナイストーン。楽しかったです。また遊びに行きましょうね。もうこんな時間。そろそろお店に行きましょうか。今日は桐生さんを独り占め。こちらです。私もですね。私あんまりお化粧濃くないんですよ。ほう、そうなのか。あとそういうことはあんまり女の子に言わない方がいいですよ。元の顔を化粧でごまかしてるみたいに思われちゃうかもです。褒めたつもりだったんだが、女心は難しいな。ありがとうございます。私スタイルだけは自信あるんですよ。たくさん食べてもそのスタイルはすごい。特に何もスタイルがいいのも。キリュウさんもかっこいいですよ。浮気は男の解消なんて言ったりします。許すのか。絶対に許しません。絶対に許せん。ですよね、ですよね。よかった。キリュウさんと付き合ったら。
キリュウさん今でも十分強さってのは天井がね。じゃあ私がピンチの時。ああ、任せ。嬉しい。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。始めてからだいたい1年くらいですかね。そうか。こういう仕事は1年くらいで辞めてしまうやつが多いと聞くが、エリナはやっていけそうか？そうですね。まだ戸惑うことも多いんですけど、辞めたいとは思ってないです。人と話すのは好きですし、キリュウさんみたいな素敵な方とも出会えますしね。うまいな。そう見えるか。ええ、そろそろお時間と。ごゆっくりどうぞ。そうだな。正解だ。やった、当たった。23か。お、大正解です。よくわかりましたね。さすがキリュウさん。最近ライブハウス、ライブハウスってカラオケとはまた。キリュウさん、この後お時間あります？よかったら一緒にお食事でもどうかなって。いいな。そういえばエリナは大食いだったよな。どうせなら好きなものでもおごってやるよ。え、いいんですか？でも悪いですよ、おごりなんて。気にするな。お前がどれだけ食べるのか見てみたいしな。やった、キリュウさんとご飯、ご飯。はしゃぎすぎだろ。私すぐに用意するんで、劇場前広場で待ち合わせでいいですか？劇場前広場だな。わかった。楽しみにしてますね。時間食っちまった。エリナはこの辺りで待っていろと言っていたな。あ、キリュウさん。よう、結構早かったな。キリュウさんと出かけるのが楽しみで、ちょっと早く切り上げてきちゃいました。おいおい、大丈夫なのかよ。平気平気。それじゃあ行きましょ。おいしいお店があるんです。わかった。ん？ん？どうかしました？いや、なんでもない。じゃあ行くか。はい。誰かに見られているような。
ゆうさんとご飯何にしようかな。俺のおごりだ、遠慮せず食え。本当にいいんですか。男に二言はない。ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えて。すみません、これと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 、あ、これは大盛りで、それがおかずで、主食は、いただきます。美味しかったです。キリュウさん、ごちそうさまでした。お、お、本当に大食いなんだな。そうなんですよね。あ、あっちのお店も美味しそうだな。まだ食べるのか。私食べてもすぐにお腹空いちゃって、だから食費が結構かかるんですよね。そりゃ大変だな。ん？キリュウさん、どうかしました？やはり誰かにつけられているようだ。え？つけられてる？待て！おい、お前だな。さっきから俺たちをつけていたのは。人聞きの悪いことを言うな。僕はお前がエリナちゃんにひどいことしないか見張ってただけだ。あ？何言ってんだお前。かわいそうなエリナちゃん、無理やりこんなヤクザみたいな男に付き合わされて。あなたは知り合いなのか。知り合いも何も、僕らは恋人同士。僕らは愛し合っている仲なんだ。何？恋人同士でもなければ愛し合ってもいません。学校のサークルで一度お会いしただけじゃないですか。そんなに照れなくてもいいんだよ、エリナちゃん。僕にあんなに優しく接してくれたんだ。好きだからそうしてくれたんだろ。違う、それはあなたの勘違いで。それに一度会っただけなんて水臭いな。僕は毎日エリナちゃんを見守ってるっていうのに。え、毎日見守るって。どうやらストーカーってのはこいつだったようだな。そんな男なんかほっといて、僕と一緒に遊びに行こう。僕なら君を幸せにしてあげられるよ。キリュウさん、その辺にしておけ、みっともねえぞ。うるせえ！大体なんだお前は。エリナちゃんを呼び捨てにしてノリノリしいぞ。あんたエリナちゃんの何なんだよ。エリナはな、俺の女。キリュウさん、だからこいつには指一本触れさせねえ。なんだと。エイラちゃんの恋人はこの僕だ。キュッ。邪魔するやつは死んでもらうしかないね。もう二度とエリナに関わるな。今度こんなことやったらただじゃおかねえぞ。エリナちゃん、あなたと付き合いをすることはできません。そして見守ってくれる必要もありません。私にはもう素敵な人がいるから。くそ！バカ野郎！
さっきは本当にありがとうございました。すっかり迷惑かけちゃいましたね。気にするな。はあ、私って恋愛に不器用なのかもしれません。昔からうまくいかないんですよね。好きじゃない人からは勘違いされるし、好きな人には嘘っぽいって言われるし。それはまた難儀だな。だからもう恋なんてしばらくいいかなって思ってました。でも最近もうちょっと頑張ってみようって思うようになってきたんです。ふん、そうか。でもさっきのはびっくりしちゃいましたよ。その俺の女だなんて言われて。はあ、すまなかった。あのくらいの嘘を言わねえとあいつは引き下がりそうになかったんでな。いえ、ちょっと驚いたってだけで。嬉しかったです。それに嘘にしなくても別にいいっていうか。なんでもありません。しかしエリナのことだ。また今みたいに勘違いするやつが出てこないとも限らねえぜ。きっと私は無意識にみんなによく思われたくて愛想を振りまいていたんだと思います。でもそのせいで結果的に人を傷つけたし、自分の恋も人間関係もうまくいかなかった。だから私これからはもっと自分に素直に生きようって思うんです。人からどう思われるとか好かれたいとか、そんなのに縛られずに正直に。どうやら吹っ切れたようだな。これでもう猫かぶりエリナも卒業かな。今日からは猫かぶらないエリナです。誰にでもいい顔はしないんです。でもその代わり好きな人にはガンガン言っちゃおうかな。ほう、キリュウさん。キリュウさん、今日は本当にありがとうございました。あなたが私のことを俺の女だって言ってくれて、私すごく嬉しかった。大好きな人にあんなこと言ってもらえたのは私初めてで、今でも胸がドキドキしてるんです。ずっと本当の私を見てくれていたのはあなただけです。キリュウさん、今日はちょっと勇気を出そうと思います。恥ずかしいな。これからもずっと本当の私をそばで見守っていてくださいね。